被爆さん、ひろきは被爆三世なんだよ。そこでまあ被爆、被爆原爆手帳も。うちのお母さんはそれ言いたがらんかった。拳銃で撃たれて指が飛んだと。最後にはみんなにみんなに、可愛がられて、亡くなったんだな、とかって。どうも皆さん、こんにちは。ヒッピーです。203回目になります、語り部の会を始めたいと思います。この会がですね、2006年2月6日から、富江洋次郎さんが、毎月6日に、流れ川の繁華街にあるバーでね、戦争体験者、被爆された方の、お話をみんなで聞こうという会をされているんですけども、その会が今も16年半、続いておりまして、僕が、2017年、7月から、手伝わせていただいてこの会を引き継がせていただいております。富江さんがお亡くなりになられてもう5年が経ちました。その中で、毎月やっていく中でですね、被爆された方のお話を聞くという会、毎年8月はちょっと6日とかずらして、当日には配信せず、その日がやっぱりお忙しい方がおられるので、やってるんですけども、今回、実は長崎の方で、歌ったり、させていただく予定だったんですけども、コロナウイルスの、感染拡大の影響でですね、僕も行けなくなったりとかで、いろいろアポを取らせてもらった被爆者の方もおられたんですけども、僕もちょっと、いろんな各地で遠征させてもらってる中で今ちょっとなかなか会えないなっていうところで、僕がこの会をやらせてもらってる中でちょっと気になってたことを今回初めてやってみようかなって思っています。それがですね、改めて、自分の、父や母にその被爆した、おじいちゃんのことで、戦争、兵隊として、戦争を体験した、おじいちゃんのこと、母方のおじいちゃんのことだったり、父方のおじいちゃんだったり、で、フィリピンで捕虜だったって、ちょっと聞いたことがある、母方のおばあちゃんのことの、ことをね、実際聞いてみて、どこまでたどれるのかなっていう、どこまでそういう話聞けるのかなっていうのを、今回、やってみたいと思います。なので、今回、僕は、自分の父と母に話を聞いてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ母さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実際じいちゃんとばあちゃんが戦争体験されたっていうのは、はい、俺もちょっと聞いたことがあって、はい、実際母さんはその話を直接したことがあったり聞いたことがあったりしたことがあるのかなっていうのは、例えばおじいちゃんとかどうなの。おじいちゃんは現地に長いこと行ってて、すごいもう死にもう少しで死ぬかもからんとかいう体験を何回も何回もしてるから。分かった。現地っていうのは兵隊で行ってたってことだよね。兵隊で行ってて、うん、明日にでも命が なくなるかいうような体験を何回も何回も してて、うん、なんか手柄をどういう手柄か知らないんけど、なんかこう表彰されたか、今で言うと表彰されるとかいうがことがあって、私のおばあちゃん、お父さんのお母さんになんか送られてきたことがあるんですよ。なんかっていうか、そのおじいちゃんはその戦争で兵隊に行くことによって、はい、なんかの活躍によって国からなんか称されることがあった。あって、そのなんかね、その戦争に行かれてその活躍したっていうのがもう何のことなんかっていうのがすごい俺なんかそわそわするというか、戦争に貢献して称されるっていうのがなんかのは、それはいいことかどうかわからないんだけど、じゃけまあ自分も他の人を殺したりしたこともあるんかもわからんなとは思いましたよ。そういうことはおじいちゃんが言って、うん、でもそういうようなことは聞くのは嫌だったから、うん、避けて避けて聞いたけど、自分も仲間も死んだり、いろんな辛い目に遭ったことがあるのは聞いたり、何回も何回もその戦争の話を何回も何回もしよるから、ああもういいやとか言ってずっと思って聞いとったんだけど、今に覚えばひろきなんかがおじいちゃんはどうだったんかねとか言って私に聞いたりした時に何にも答えられんけ、うん、どうしてもうちょっと聞いてあげとらへんかったんかなとか言って、
まあまあ、思います。でも自分が思うのはやっぱり戦争を体験された方は自分の子供には言わんとか、うん、その会話をしないっていうのを本当にやっぱまじまじ感じてたので、やっぱ子供である立場でもやっぱ聞くのは嫌だったんだなっていうのを今やっぱ改めて感じた部分はあって、逆にねその孫の世代が聞くことが多いというか、で実際母さんはじいちゃんがどの島に行ったか知らんでしょ、はい、でも俺はじいちゃんからじいちゃん俺はパプアニューギニアに行っとったっていうのを聞いて、でそこでなんかもう相手の兵隊とも仲良くなったし、なんか手紙も来とったっていうのを聞いたことあるけどね。よくそのパプアニューギニアのなんかテレビがあって民族音楽が流れた時におじいちゃんがそれ歌って涙するっていうシーンが、それ自分俺印象的で、はあ、うん、それも聞いてない。でなんかその現地の人と仲いい瞬間もあったけど、多分でもまあね、いろいろ想像する部分ではもしかしたらなんかそういうこともあったのかなとか想像する部分もあるんじゃけど、うん、おばあちゃんはどうだったの？おばあ、あの母はあんまり言わなかったんだけど、うん、あの母の 手の指が、うん、ここの一関節は全部こうないでしょ、知っとったでしょ、ひろきも。え、俺はそれ知らんかった。指は曲がっとるなって思ってたけど、指は曲がっとるなし、ここの節が1個しかない。こっちこの全部の指が、うん、この節もこの節もこの節もここしかなくて、こんだけない。第二関節から上がなかったよね、ばあちゃん。そう、手が短くて曲がっとる人なんかなってずっと思ってた。 でもそれで不思議にこっから爪が出てきとるよね。じゃ第二関節から爪が生えとる状態なんじゃ、うん、全部なくておばあちゃんがね、うん、だけあのでそれはあのだから向こうの、 あの爆発とかそういうような分で指があのそういう風になったのは聞いたんです。向こうってどこおかしとのマジで。それはそれこそお母さんは、うちのお母さんはそれ言いたがらんかった。あ、おばあちゃんは、うん、なんでそんな手だったんとか聞くことなかったんか。それあとはあのだからもう何でも言えるようなで80じゃ90ぐらいの時に、うん、どうしたって言った時にあのピストルで撃たれたとかそういうのこと聞いたん。ピストルで拳銃で撃たれて指が飛んだとか。そうそれどこでどうだったか分かった。会えなくて話すのはどうしても嫌がって言わなかった、うん、で、あのお父さんもお母さんも初婚じゃなしにだから お家に帰ってじゃけ再婚だったんね。おばあちゃんもじゃけ帰る時に子供が3人いた子供が、うん、あの飢え死にしたかどうにかしてたけど亡くなったんだって。でももうその帰るのが精一杯であのどんどん死んでいってあの子供が死んでいくのを全然悲しいような心境にもならんかったいうのだけ聞いた。私はあのおばちゃんと二人で双子であの兄弟いないじゃないですか、うんうんうん、だからお母さんはだからうちのばあちゃんね、ひろきのばあちゃんは、うん、あの現地というあの戦争であの農場旦那さんは農場をあの開いとって割とあの向こうでは裕福に暮らしてて、戦争になって田畑も全然ダメになってあの旦那さんは病気であの死んじゃったの。あであの戦争であのいろいろと何もなくなって帰ってくる時にあの子供がバタバタ亡くなったりして、そういうことも悲しいとかいうのは全然思わんかったっ。戦争中にどんどん物もなくなって貧しくなってったってことね、うん、それがどこの国かだったっていうのが、うん、でもあ俺はばあちゃんからフィリピンって、フィリピンだと、うん、フィリピンだとだろうなってはっきりは言えないんだけど、お母さんはフィリピンなんだろうなと思って、うんうん、でだからおばあちゃんがそういうふうにあの再婚とかいうのは知らなかった。あのお父さん、私お母さんが結婚した時に紹介あの親戚中にあの、うん、挨拶に回る時に、うん、春江さんはああだってかわいそうだったね言うて、子供がおってから死んじゃったんよっていうのを初めてお母さん聞いて、私はあそこで大泣きしたん、うん、お母さんはあいな悲しみにおうとったんだないの聞いてから。あ、泣いたん。泣いたんよ。自分にも兄弟があと3人おったんだっていう感覚だもんね、うん、あの、うん、おばちゃんしかいないけ、兄弟のもっと離れたお兄さんとか、うん、お姉さんとかそういう人がおっちゃってどういうふうにして暮らしたんだろうなとか言って、うん、その時にあのお兄さんとお姉さんかわいそうな方なとか思って、うん、おいて聞いたら
どん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 涙が出てから、ちょうどあのばあちゃんがあのちょっとこうあのボケてから変なかった時に、あ、よう考えてみたらかわいそうだったなとかって思ったけど、ひろきが歌手になって、うん、あの施設になってもひろきが出たりしたら施設の人がひろきの分を気をつけて見せてあげたりしたら、それを見て喜びよったとか言って、施設の人にすごくあのよく最後はよくしても見てもらった、で最後は幸せが勝ったからお母さんはよかったなと、おばあちゃんは、うん、やっぱりあんだけ苦労したらやっぱり最後にはみんなにあの可愛がられて亡くなったんだなとかって思いました。で、あのどうなん、そのやっぱ戦争の話はもうなかなか しない感じだった。母さんから聞くことはなかったって感じ。もうそれあの爪の話とか、うん、そういうな時に怖い思いしたんじゃねとかいうようなことを聞いたりして。だっておばあちゃんからは直接聞いてないってことじゃろ、うん、その家族がおったってこととか、ああいうのは聞いてない。直接そういう噂、そういうのをあの親戚の人が私にじゃなしにこう、軽江さんは帰そうなかったねとかいうので聞いてから、うん、知って帰ってからあのお母さんに聞いた、うん、でもそれもあんまり言いたがらんかったよ、うん、でも俺はなんかそのばあちゃんと話しとる時にそれは聞いたんよ。なんかばあちゃんから言ってきた。あ、そう。そう、ばあちゃんから言ってきて。ひろきはあの時、あの優しい聞き方でいつも聞いて、おばあちゃんは優しい時、穏やかに答えるよなって思ったもん。時、まあね、娘である母さんにはちょっと言えんかった部分があるけど、孫になっても年代も離れていると、じゃあばあちゃんもこう年齢重ねてきて、うん、ようやく言えるようになったのかなっていう。ね、楽になった時に俺にこうポロッと喋ってくれたんかなっていうのは。で、戦争あっちゃいけんよみたいなことはついに俺に教えてくれやったけどね。で、やっぱりばあちゃんも本当死に物狂いで日本帰ってきたって言ったっけね。そうじゃけ、うん、じいちゃんもばあちゃんも本当海外で死に物狂いでこう帰ってきて命つないでくれたっていうことがあったけど、なんかそこら辺なんかどういう会話だったんかなっていうのを聞きたかったけど、でもだけどばあちゃんはほんまに基本自分からはずっと喋らなかったってことだよね、うん、ほいで愚痴も言わなかった、うんうん、そういう戦争の話することってないもんね。うんわ、うん、かりました。母さんありがとうございました。はい、はい、どうもです。おじいちゃんがこう被爆しとったっていうのは俺おじいちゃんが亡くなって知って、うん、で父さんのお姉ちゃん、俺のおばちゃん、うん、からか教えてもらったというか、おじいちゃんって被爆者だったんだ、被爆したんだよっていうの、うん、ってことはひろきも被爆さん、ひろきはひろき三世なんだよって、そしたらおばちゃんも、そしたら父さんも、うん、そしたら被爆二世になるんだなっていうのを俺初めて知ったけ、うん、ああそれって父さん知っとんかなとか思って、多分じいちゃんはきっと言わなかったんだろうなってことだけ、うん、じいちゃんから聞いてないんよね、はっきりと、ね、そのことをね。やっぱりその行った時の悲惨な光景がすごくだったんだと思うよ、うん、そうよね。まあその見た光景をまたこっち秋尾で帰ってもそれを お母さんとか、ね、次秋太田っていうのが県北の方ね、広島の県の山の方にね、県北だから住んどったのを次、うん、じいちゃんはそのたなんかお手伝いに入ったのかな、入手被爆したってことだよね。こっち入手被爆、ね、入手被爆か、うん、それ入って、うん、そこでまあ被爆、それで原爆手帳持っとるし、ね、おやじもね、じいちゃんも言わんけ、そう父さんも知るタイミングもずっとなかったわけで、うん、でも俺なんかそのおばちゃんから聞いた話によると、うん、本来8月6日に入る予定だったんだけど、うん、ちょっと隣の町の人と日程が変わったがために8月7日になって、うん、ああそうなんか、そうって聞いたじゃけ、本当に自分たちがこう今こうやって父さんと話せとったりするのも、うん、その ちょっとした巡り合わせだったり、その代わり8月6日になってしまった隣の町の方はその現地で亡くなったっていうのを聞いたの、うんはい、ということで、自分の父と母の、話を聞いてみて、新たに知る部分もありましたし、それぞれ、受け止めてる感情をね、
感情に触れることができてよかったなというふうには思っています。おばあちゃんがフィリピンにいたことで、おじいちゃんがパプアニューギニアにいたこと、どこまでこう知ることができるんだろう。今ね、同じじいちゃんばあちゃんと同じ年齢の方が少なくなってる中で、どこまでね、じいちゃんの思いに触れることができるだろうっていうのを今やってみたいなというふうに思ったので、タイミングでいろいろやっていきたいと思いました。皆さんの近くにいる家族にもこういう話をしてみて、実際どういうふうに自分たちがこうやって今生活できているのかっていうことを掘ってみるのも意外なピースアクションなのかもしれないなっていうふうにも思ったので、ぜひ家族との対話やってみてください。今日はどうもありがとうございました。一人ぼっちのモノクロの世界、すべての時がまるで止まって見えた。大好きなお兄ちゃん、おしゃれなお父さん、アルバムの中で微笑んでる。ある日のことさ、あなたと出会い、対話重ねて思い通わせるたび、こぼれついていたモノクロの記憶、少し少しずつ溶けてた。